今シーズンの開幕戦。そのマウンドを託されたのはエース千賀滉大投手。その1週間前、もう一人の開幕投手がいました。田上聡太投手、高卒2年目、育成ながら2軍の開幕投手に抜擢されたのです。ボールのその力がやっぱ他の育成の選手よりもやっぱ群を抜いていいものがあったんで、開幕投手としてピッチングコーチと3人で秘めて起用したんですけども、見事に期待に応えてくれましたよね。まっすぐの力、これが何よりも彼の長所だと思います。5イニング目にも、三振しっかりまっすぐで取れたんで、もうそこはもう去年と比べて全然違った点、成長したところだと思います。ホークスが期待を寄せる若き剛腕のルーツとは。投げるのとか楽しみにしてくれてて、その僕が生きがいやっていう風に言ってくれてるんで、もっと頑張っておじいちゃんとお母さんを楽しませていけたらなっていう風に思います、はい。去年の秋季キャンプ、1年目のシーズンを終えた田上投手がいました。当時18歳。カメラマンに気づくと、どうした、来年はそういう上の舞台でもっと投げて皆さんに知ってもらえるように頑張ります。おととしドラフト5位でホークスに入団。背番号は70。この人の甥っ子だと話題になりました。元ホークス田上秀則さん、2009年、26本塁打でベストナイン、強打のキャッチャーとして活躍。そんな秀則さんは甥っ子のポテンシャルについて、ピッチャーとしては高校ではほとんどやってなかったので、その中であれだけの球が投げれるっていうのはすごい魅力でもありますし、驚くべきは投手転向後わずか半年だったこと。経験は浅くても最速151キロ、ホークスはその将来性を高く評価していました。まさか僕が自分がその指名されるとは思ってなかったんで、もう信じれなかったです。サプライズ指名の陰には家族の存在があったといいます。祖父の則和さん、田上投手からプレゼントされたパーカーを毎日着ています。もういらんからまたもらえようかあげるって思って、宝物ですよ。田上投手が幼い頃から練習の相手をしてきました。練習も毎日するんやけど、本人がやる気ない時ありますね。遊びたい時大概起こりますよね、朝寝てて起きてこなかったら結構もう部屋まで来て叩き起こされてました。ほぼ強制的な練習を毎日してました。正直一緒に住んでたんですけど、なんかもう怖すぎて帰ってきてほしくなかったですね。その甲斐あってめきめきと力をつけた田上投手、小学生の時オリックスジュニアに選出されました。中学までは投打二刀流、関西の選抜チームにも選ばれるなど、ひときわ目立った存在でした。大阪の強豪履正社高校では野手専門。2年の夏に甲子園優勝も経験しますが、レギュラーではありませんでした。そんな時、則和さんがある提案をしたのです。
僕はもうピッチャーの方がいい思ったから、ピッチャーの練習してみろと。肩も強いのと、まあ、僕から見てもやっぱり体の使い方、柔らかいところもあるし。則和さんが自宅の裏庭に作ったマウンドで猛特訓。コロナ禍で部活動ができなかった高校3年春のことでした。その後、練習試合などでの投球がホークスのスカウトの目に止まったのです。半分はコロナのおかげですよ、ほんまに。いや、学校休み、練習休みだったからできなかったからね、二人で練習できたから、はい、今ここにいるのも本当、じいちゃんのその一言というか協力のおかげだなというふうに思っているので感謝しかないです。本当、彼女と彼氏みたいな感じの連絡来ますね。なんかもう寝るよみたいな LINE が来たりとか、なんか可愛いとこはあります。今はこれからそのプロで活躍して、もっとそのいいとこを見せて恩返ししていけたらなというふうに思います。はい、そしてもう一人恩返ししたい人が、母ゆかさん。則和さんの娘で元ホークス秀則さんの姉にあたります。女手一つで田上投手を育ててきました。離れ離れになった今も3時間以上の電話をすることも。結構まめに喋ります。仲良しの方だと思いますけどね。友達みたいな感じっていうか、田上投手が高卒でプロを目指したきっかけ、それはゆかさんが患った癌でした。まさか自分のお母さんがそういう病気になるっていうのはなんか思ってなかったんで、めちゃくちゃ不安になったというか、はい、悲しかったなっていうのを覚えてます。はい、お母さんに楽をさせたい、その優しさが支えになりました。家まで送ってもらったりとか、あとその途中病院に寄ってくれてとか、学校も休んで手術の日来てくれたのかな。楽させたる楽させたるって、仕事してきてたのを見てたからか分かんないですけど、心強いですよね。頑張らなって思って、幸い早期発見もあり、がんは完治。そんな母へ田上投手がプロ入り前に送った手紙がありました。母さんの絵ってあったんで、みたいな。母さんへ。今まで偉そうな僕を優しく大事に育ててくれてありがとうございました。来年からは離れたところで暮らすことになるけど、遠くから応援しておいてください。寂しくなるけど僕も頑張ります。泣きました。これはもう大好きって最後に書いてあるんですけど、それでやられましたね。よかったなって。寂しかったですよね。一番でっかかってた子がおらんくなって、洗濯物が一番減ったっていうのとか、ご飯作る量もわからなくなったっていうか、あ、おらんねんなっていうふうに思って、まあ、でも結構連絡取ってくれるんでね、そんな遠いところにおるようには感じないですけどね。朝から晩まで働いてもらってご飯も作ってくれてて、そういうこんな偉そうな子供でもしっかり育ててくれたっていうことに感謝してます。はい、生きがいです。うん、頑張ってる姿っていうか、だから長生きするぞみたいな、見たいからって。一方、田上投手にも試練が。去年のオフ、突然の育成契約。
それでも2軍戦での好投が評価され、わずか4ヶ月で支配下選手に返り咲きました。まずは、まあ、お母さんに電話しました、はい、鳥肌立ったみたいな、がめちゃくちゃ喜んでくれました、ね、はい、めちゃくちゃ僕も嬉しかったです、はい。するとその5日後、なんと1軍初登板にして先発を任されることになったのです。それは田上家にとって一大イベント。祖父の則和さん、叔父の秀則さん、母由香さんも大阪から駆けつけました。寝れませんでした眠れませんでした。気持ちよく投げてもらえたらなって、緊張するでしょうけど。若鷹の記念すべき初登板、チームメイトが送り出します。家族が待ち焦がれた一軍の舞台、夢に見た一軍の舞台。やっぱりお客さんもいっぱいいて忘れない一日になったと思います。前の日に母さんに電話してたんですけど、なんかもう母さんが吐きそうみたいな緊張で、いや母さん何もせえへんみたいな、見に来るだけでなんでやねんっていう話して、でも昨日6回行く前にスタンドを見たらしっかり見つけれたんでよかったです。家族の期待を背負ったマウンドで6回途中を無失点、勝ち星はつきませんでしたが、堂々の一軍デビューを飾りました。信じられなかったですね、うん、ほんまに来たみたいな感じで、はい、嬉しかったです。だいぶ、いやかっこよかったですね、はい、最高でしたね、ほんまに。よく頑張ったね、お疲れさんって言ったやつね、はい、自分のためだけだったらやっぱり頑張るになんか限界があると思ってね、自分は応援してくれてる人のためにっていう気持ちがあったら、そこから限界超えてもっと頑張れると思ってるんで、家族は本当に頑張る源というか、そういう存在です。これからももっと頑張っていって、周りの人がエースって言ってくれるぐらいのピッチャーになりたいなと思ってます。